こんばんは、若松宗男チャンネルでございます。去年、一昨年の3月、デビューしましたね。沖縄の、石原まさし。今、高校3年ですけれども、まあね、デビューして間もなくね、コロナになっちゃって、なかなか活動できなかったんですけれども。まあ3月にデビューして、3月の10日だったかな、デビューしたのが。それですぐね、やっぱり結構支援者が多くてね、すぐ新曲発表会を、4月くらいだったかな、やる予定でいたんですけれども、ね、例によってコロナで全てできなくなっちゃってですね。それで、まあ仕方なくね、まあじっとしてるわけにもいかないし、まあ前にもちょっとね、お話ししましたですけど、まあ YouTube でもやってね、やっぱりできるだけ、まあね、少しでも多くの人に知ってもらった方がいいんじゃないかということでね、それでまあ YouTube に歌を上げ始めたわけでございますけれども。まあでもなかなかすごくてですね、まあ初めね、ああやっと100人になったなとかって途中喜んでたんですけど、もう今やね、 YouTube がメインなんだけど、まあね、イベントもね、いろいろと出てきたり、それからね、カラオケバトルにね、3回くらい出演したり、それから当然ね、 NHK の早歌とか、BS 日テレの令和歌謡塾とかね、それから日本放送のね、有楽町で会いましょうとか、いろいろと出ては来てはおります。それで、まあ、今度ね、11月の22日、来月ですか、待望の、2段目のシングルを発売いたします。でもすごいよ、その YouTube の登録者はもう3000人超えちゃってるからね。いやー、本当にね、やっぱりコロナでね、その活動があんまりできない状況の中でね、なおかつ新人だからね、去年一昨年デビューして、まあね、地元の方はまあ何人かは知ってはいたんでしょうけども、ほとんどゼロからのスタートだからね。まあでも、なんていうの、こう研究熱心でね、古い歌になんかこう関心が深いね。それこそね、もうなんていうのかな、このもうそれ戦前戦中戦後のあの辺の歌ね。もちろんね、最近の歌も、まあ北島三郎さんの歌なんかもね、本当に得意でね、すごいんですけれども。まあ、そんなことでね、今度、まあ、第2弾、11月22日に発売し、今、高校3年ですけどね、来春、まあ、卒業して、本格的にね、上京されて、歌手活動に入るわけですけども、まあ、でも、楽しみだね、別格だね、彼は。まあ、いろいろね、こう、関係者の方が、まあ、彼の歌を聴いたり、見たり、すると、もう本当にね、まあなんていうの、こう感心するっていうのか、感激するっていうのかね、まあそんなことでね、非常に、楽しみな青年でございます。まあ私もね、ちょっと、久々で力を入れてやっていきたいというふうに思っておりますので、ぜひまた皆さんよろしくお願いいたします。ありがとうございます。